歌はうんこやけんね、日々の生活の中でさ溜まってくるわけだ、感情というものもさ。そうけんね、
出さな体に悪いわけよ。今日は3人出たけん3種類のうんこが出たわけよ。何やったかね、さっきの可愛い歌は。ウフフフのラブリーデイズやったかね。ウフフだけでも可愛いのにさ、ウフフが2個あってラブリーがついてデイズ複数になったわけね。ものすごく可愛かったね。ごめんね、次がこんな感じでお化け系が出てくる。歌うんこやけんさね、聞いた人まですっきりできるのが歌のうんこのいいとこなわけやけんね。好きな形のうんこを聞く人を選べばいいと思ったりね。私もさ、頼まれてもいないのに皆さんのデトックス係として博多からこうやって飛んでくるわけよ。そして明日の朝帰って即仕事をするわけよ。明日は起きんといかん、一生懸命ね。いいのそれで。そんなにおかしいなら笑っときなさい。 笑っても泣いても何も変わらん。そういう感じでね。歌はうんこって言ってしまったら私はもうほぼ達成感。でも今日ゆっくり歌っていいらしいけん、あと2曲ぐらい歌ってもいいかな。いいと思う。